チームクレレッコの行ってみることに。皆さんこんにちは。私たちはことにのご当地アイドルチームクレレッコです。今日のメンバーは須藤小雪と森のさくらと望月杏樹です。ここからの30分間はチームクレレッコの行ってみることににお付き合いください。この番組はチームクレレッコのメンバーがことにの魅力を発信していく番組です。私たちの普段の活動や最新情報、スイーツ&バーブランシュことにの情報などもお伝えします。この放送は毎週金曜日の午後6時から午後6時30分となっています。はい、ということで早速メッセージが来てるのであんちゃん紹介お願いします。はい、ではメッセージ、ケイムラさんありがとうございます。ありがとうございま す。クレレッコの皆さんこんにちは。こんにちは。今月は29日まであるということで、4年に一度366日ありますけど、はい、なんというかご存知ですか。夏のオリンピックと大統領選挙が4年に一度ありますね。オリンピックはどこでやるか当然ご存知ですよね。毎日寒いですけど風邪などひかぬよう頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、今年は29日まで2月があるということで、なんていうか知ってますか、さくら。はい、知ってますよ。何ですか。うるう年。そうですね、よかったです。知らなかったです今年あるってこと。あ、確かにあんまり考えて生活したことないですね。そんなことないね。でも2月ね、1日長いんだって思ってね、嬉しくなりますが、あとはオリンピック今年はどこでやるか、これは分かるメンバーいますか。無知ですね。はい、これ今年はねパリでね、パリ夏行われるらしいんですけど。2024だ。そう、2024オリンピック。じゃあもし自分がオリンピックに出れるよってなったら出たい種目とかありますか。私あの女子モーグル出たいですね。はい、なんで。なんかすごくないですか、あの膝の角度。そういうすごい、あのスピードであのなんか山みたいなの越えるじゃないですか。絶対こけそうと思ってちょっと一回やってみたいですよね。まあ、あんちゃんなんかこなせそうだよね。そういう動きとかね、いい感じの体感でこう。さくらは何かあったりする。なんだろう、オリンピック、まあいろいろありますよね。あのあれやってみたいです。あの、はい、棒でめっちゃ飛ぶやつ。あ、なんていうの、棒高跳びですか。あ、陸上のですね。あれあるのかわかんないけど、あれ怖いけどちょっとなんかやってみたいなって思います。めっちゃしなりますよね。しなる。あれくらい身長あるから結構有利かもしれないね。有利かもしれない。いっぱい飛べそうだよね。めっちゃ飛べそう。見てみたいです。見てみたい。コイリーさんありますか。いや、スノーはなんかアーチェリーとかやってみたいなと思って。あ、かっこいい。こう、こうなんか的を射抜く。コイリンっぽい。なんかかっこいいなと思ってやってみたいです。種目はなんか33個くらいね、すごいあるみたい。でも今年もねオリンピックで楽しめるかなと思うので、ぜひぜひね楽しんでいきたいと思います、はい。さてこの番組では私たちへの質問やリクエストなど皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先の紹介をさくらお願いします。はい、メールはリクエスト@山.co.jp、 ファックスは011-640-3331です。この放送は収録での放送ですので、メールやファックスは約1週間後の放送でご紹介する形になりますが、よろしくお願いします。それではここから30分、チームクレレッコの行ってみることに、どうぞお付き合いください。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りします。皆さん、私たちはことにのご当地アイドルチームクレレッコです。交通安全運動やお祭りなどことにの街づくりにも参加しています。ことに一条5丁目札幌リンクスホールで毎日ライブイベント開催中、ぜひお越しください。おすすめスイーツコーナー。このコーナーではですね、バレンタインも近いということなので、今日は、私望月とさくらちゃんのおすすめスイーツを紹介させていただきたいと思います。皆様甘いものはお好きですか。甘いもの大好きですね。素晴らしいですね、はい、今日も
この場にありますから。そうですね、今目の前に美味しそうなスイーツが広がってます、はいはい、今日はですね、普段MC でね、あまり紹介する側が多いコイリンさんにね、はい、ちょっと実食していただきたいなと思っております。そうですね、いつもみんなに生食レポしてもらってる側なので今日はちょっといっぱい食べてください。はい、ありがとうございますはい、ということで、ではまずさくらちゃんからおすすめスイーツお願いいたします。はい、私は琴音にある一休大福堂の大福です。はい、美味しそう。なんかバレンタインといえば洋菓子を思い浮かべるんですけど、和菓子も美味しいよっていうところをね、見せつけますはい、はい、ということで食べてみてください。すごい美味しそうな一口サイズのいちご大福なんだけど、なんかもう生地がね、餅がもうピンクで、いちごも一つまんま入ってて、これはなんか粒あんとこしあんと練乳があったんですけど、粒あんにしました。あー、大好きです。おー、よかった。いちごはみ出ちゃってますよね。なんかいちご大福って須藤が想像してたのって、丸い餅に中にいちごが入ってるのを想像してたんですけど、なんかハートみたいでね、かわいい、かわいいじゃあいただきたいと思います。いただきます。粉がね、舞いそうですね。あ、美味しそう。もちもち、ピンクが合ってる。いちごがみずみずしくて、噛んだ瞬間にもういちごのフレッシュさが口の中でパーっていいですね、広がって、お餅もすごいもちもちしてて、粒あんのあんこが美味しいですね。これは間違いないですね、大福堂さんのあんこは本当に美味しくて大好きなんですけど、わ、美味しい。粒あんのこの食感も良くて、もちもちでめちゃくちゃに美味しいです。美味しそう、美味しそういいですね。あ、これは美味しいです、ありがとうございます。ぜひ皆さんも食べてみてください、はい、住所は琴に一条4丁目 4-17 地下鉄琴にからすぐ歩いたところにあるので、私たちのライブに行く時とかに一回帰って買って食べてから行くっていうのもいいかもしれません、確かにいいかもしれない。はい、じゃあさくらの紹介でした。じゃあお次はあんちゃんお願いします。はい、餅月はですね、一番よく行くお店からご紹介させていただきたいと思います。餅月は地下鉄琴音駅すぐ横のイオン琴音店さんですね、にあります。どんぐりのヘビーユーザーなんですよ。あ確かにあんちゃんどんぐりよく食べてるよ ね、はい、そんなどんぐりのパン屋さんから本日はですね、新商品のしっとり濃厚チョコレートケーキ、そして、今チョコレートコーナーというものが出来上がっていまして、バレンタインだからガトーショコラ、おそして一番大好きなトロリンチーズタルトの3つお持ちいたしました。すごい、3つも用意してくれたのね、すごい。ということでせっかくなので、3つありますので、それぞれお二方にコイリンさんとさくらちゃんで召し上がっていただきたいなと思います。どれがいいですか。じゃあどうしようかな。どれがいいですか。じゃあガトーショコラいただいてもいいですか、はい、すごいガトーショコラ、なんかカップケーキみたいな感じなんだね。そうなんですよ、なんか普通に売ってるガトーショコラって結構そのケーキの形っていうんですかね、三角形の感じの形が多いと思う、多いんですけど、カップケーキみたいになってて、ね、私もこの間とうとうリサーチするために食べたんですけど美味しいんですね。じゃあ早速いただきたいと思います。いただきます。美味しそう。わあ、いい香り。なんか、すごい、なんかガトーショコラってもうちょっとなんだろう、チョコレートの風味とかも結構焼くからそんなにないのかなと思ったんですよ。すごい濃厚で、なんか食感としてはすごい生チョコレートみたいな、しっとりしてますよね、でも上の生地がちょっとサクッとしてて、そのサクジュワッみたいな感じが楽しめますし、こうどんぐりさんってそれぞれの店舗でね焼き上げてるの で、 いいですね。琴音店さんのどんぐりを須藤あんまり食べたことがなかったんですけど、すごいスイーツも美味しくて、これはバレンタインにぴったりかもしれない、ですね、お手軽に買っていきます、チョコの風味たくさん美味しいです。じゃあさくらちゃん、お願いします。私食べれると思ってなかったので嬉しいですこれしっとり濃厚チョコケーキということで、持ってわかる重さ、もうしっとりしっとりずっしりしてます。そしてめっちゃ分厚い、すごいんですよ。どれぐらい、2センチぐらいありますから、2、3センチ、普通のパウンドケーキの倍ある、ありますよね。いただきます。袋食べてません、さくらちゃん
うん、どうでしょうか。おいしい、うん、濃厚ですね、うんうん、なんかパサついてない。あ、確かになんかあのそうだね、なんていうんですかね、こうしっとりんタイプとこうなんていうんですか、なんていうか生地のね、こうふんわ、うんうん、ふんわりしてるタイプありますもんね。なんかもうぎっしり詰まってる感じ、うんうん、あとアーモンドですか、はい、こう入ってるから、うん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 、なんかその甘ったるさを軽減されてバランスが良くてすっごい美味しいです。あ、よかったです。いいね、バレンタイン味わえた。ね、バレンタインって感じがするね、どうし、ん、うん、先にそうなんです。あのことに店ことに店のどんぐりさん結構あの季節で商品が変わっていたり、うん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 、その店舗でいろいろ違った商品が出ているので、うん、そうだね、うんうん、私はあのいろんなどんぐりさんを巡っています。美味しいです。はい、冒頭でねお伝えした通り、地下鉄ことに駅さんすぐ横、はい、イオンことに店1階にございますので、ぜひぜひ行ってみてください。はい、ぜひ皆さんもご賞味ください。おすすめスイーツコーナーでした。それではここで1曲お送りします。チームクレレッコでストロベリーチョコレート。
ました。チームクレレッコの行ってみることに、そろそろお別れのお時間です。まずはイベント情報とスイーツ&バーブランシュことにからのお知らせです。はい、イベント情報は19時から札幌リンクスホールでチームクレレッコのメンバー新野樹奈、須藤小雪のツーマンライブが終わります。よかったらぜひお越しください。はい、続きましてスイーツ&バーブランシュことにからのお知らせです。約4年間ですね、営業しておりましたブランシュ失礼しましたスイーツ&バーブランシュことになんですけれども、なんと2月15日で閉店ということですね、はい、なのでメニューが在庫限りとなりまして、うん、皆様お早めに足を運んでくれたら嬉しいです、はい、そして代わりまして20時からですね、ダイニングバーチェリッシュというお店がオープンしましたので、こちらもぜひお越しください。そしてこの番組は YouTube でも公開されています。はい、今日のこの放送は放送と同じ時間に YouTube チャンネルにアップされています。 YouTube でことにアイドルプロジェクトで検索してみてくださいね。はい、さて皆さん今日の放送いかがでしたか。ということでですね、はい、まあ2月入りまして寒くなりましたね、はい、すごい寒いですね。なんかやっぱり2月はね冬本番っていうけど、うん、本当に寒くなったね。毎年言ってるんですけど、うんうんうん、2月が一番寒いって言って。いや、そうなんですよ雪まつりがね始まって、はい、結構観光客の方とかも増えるこのシーズン、うん、本当に北海道寒くて怖いですよ。なんか路面ツルツルですし、そう本当になんかもう気づいたら JR とかね交通機関とかも遅延したり止まったりとかしてすごい大変だけど、なんか東京でもね積雪っていうらしいですね、うん、あもうそんなに寒いんだと思って。あんまり東京で雪降るって聞いたことないですよね。しかも積もるってなかなか聞かないよね、うん、ないですね。パラパラっと降るなら結構あるのかなと思うんですけど、ね、うん、そうだから結構転んで滑っちゃったりとかも多いみたいなんだけど、私たち道民でね結構滑るには慣れてると思うんだけど、うん、なんか滑らない歩き方とか滑らない講座とかあったりする？もう腹筋に力を入れてもう、うんうん、本当になんていうんですか、くっつくんですよ、うん、地面に体幹を鍛えて体幹で行くしかないですけれども、うん、それでも転びました。いや転ぶよね今年は転びましたか？2回ほど。あもう2回転んだのそれは大変だ。宙を舞ってあそう大胆に大胆に行ったのすごい恥ずかしかったです、ね、分かる分かる。素直もね今年はもう転んだんですけど、あの横断歩道の白い部分、白線部分ってなんかちょっと滑るじゃないですか。凍ってますよねそう、あそこでなんかちょっともうね急がなきゃと思って、うんうん、ちょっと足を踏み出した時に白線でつるって出て、あ転んじゃったってなって、うん、そうだから本当に気をつけなきゃいけないなと思う。本当にそうですね。でもことにロードヒーティングで雪がないところもあったりとか、ね、あとも砂もねすごい巻かれてたりするから、うんうん、暖かいね、暖かいよね。でも本当に気をつけなきゃなって思いますね。そう改めてね思って、あとなんだっけな、今年っていうか今日ですね、はい、2月9日で肉の日、うん、肉の日、しかも今年は2週9日まであってダブル肉の日。そうか今年はもうすごい肉で今日は肉の日ということで、肉、お肉料理、皆さん好きなお肉料理ってありますか？まあ、それが最近食べたお肉料理。ジェズキはちょっと個性派になっちゃうかもしれないですけど、うんはい、サムゲタンが好きです、個性派かもももちろん唐揚げとかの、うんうん、鶏肉料理っていうんですか、うんうん、鶏肉が一番好きなので、ジェズキは、うんうん、なので好きなんですけど、やっぱ寒いとなんかスープと一緒にお肉食べたいなと思って、わかるわかる、サムゲタンが一番いいですね。サムゲタンいいね、スープと一緒にね、心も締めにこのご飯入れて、こうなんか雑炊みたいにするのも美味しいですし、いいね、大好きですね。今度やろうかな、そういう風にベストです。ベストだね。さくらは何かあったりする？私は昨日なんですけど、日本一に行って焼き鳥食べたんですけど、やっぱ焼き鳥日本一、しかも今年に買ったんですよ。めちゃめちゃ暖かくて美味しかったです、いや美味しいよね、焼き鳥なら何が好きですか？私はぼんじりが好きです。ぼんじり好きなんだ、絶対高校生でぼんじり好きなんだ絶対食べます。あ、いいね。あんちゃん焼き鳥何が好きですか？私なんかネギマですね。あ、王道のね、王道ネギマが好きです。あ、いいですね。須藤はあのヤゲン軟骨が好きです。あ、美味しいですね。そう、食感がね良くてね、たまにあれでちょっと歯痛めたりそう、いいよね。コエリンはお肉料理だと、あ、最近食べたローストビーフが美味しくて、ローストビーフ丼を食べたんですけど、美味
しくて美味しくて、やっぱなんかちょっと贅沢したいなって時に食べるんだけど、はい、なんかこう卵黄を乗せて、溶かして一緒に食べて、それがすごい美味しくて、ちょっと忘れられなくて、ちょっとまた食べたいなっていうのと、あとやっぱり道民なのでジンギスカンも好きだな。確かに。なんかあのコトニーって結構そのなんていうんですか、飲食店が多いじゃないですか、ね、結構焼肉屋さんがこの多めなので、肉の日みんないっぱい行ったらいいと思って。そうそう、ほんのりね、いっぱいたくさんあるので、あるもんね。それこそジンギスカン屋さんもあるし、美味しい匂いめっちゃしてくる。美味しいよね。しかも JR の駅前というかさ、この地下鉄までの道のり、メインストリートっていうんですかね、ほんのりのいい匂いが本当に、なんか夜遅くでもやってるお店とかも結構たくさんあるから、こう仕事終わりとか金曜日とは花金でね、いいですね、みんなね、お仕事終わりにみんなで集まって、今日花金だ、そうだよね、そう、この収録を聞いてね、あ、じゃあちょっとみんなでちょっとどっか行こうかな、ことにでご飯食べようかなってね、思ってくれたら嬉しいですよね。はい、寒い冬だからこそ温かいお肉をつけて、お肉をつけて、お肉、お肉を食べて、エネルギーをつけて、まあいっぱい食べたらお肉もつきますけど、確かにお肉もついちゃうけどね、お肉はつけない程度に、ちょうどいい程度にお肉を食べて、エネルギーをつけて、寒い冬もね、みんなで乗り切れたらと思います。あとはバレンタインも近いのでね、はい、美味しいスイーツとかも、スイーツのお店もことには多いので、そうですね、ケーキ屋さん結構ありますもんね。そう、洋菓子店も和菓子もね、どっちもことには多いから、そう、バレンタインも選び放題なのでね、皆さんもぜひぜひ、はい、季節のねシーズンも楽しんでいただければと思います。それではそろそろお別れです。ここまでのお相手は須藤小雪と森のさくらと望月杏子でした。それでは最後はこの曲を聴きながらお別れです。浅草レインボーブリッジで君に恋しちゃったよ。
ムクレコです。交通安全運動やお祭りなど琴音の街づくりにも参加しています。琴音一条5丁目札幌リンクスホールで毎日ライブイベント開催中、ぜひお越しください。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りしました。